エルンスト・ガーデルマンはドイツの軍人、軍医。第二次世界大戦を通して公式戦火のみでもソビエト連邦、老能赤軍の装甲戦闘車両500両を撃破したハンス・ウルリッヒルーデルの広報機銃士の一人として知られている。1913年にドイツ帝国中西部のブッパータールで生まれる。1941年10月、軍医として 第2級高科爆撃航空団第3、飛行大隊に配属され、当時注意であった、ルーデルと出会う。スポーツ好きという共通点によって、進行を深め、ルーデルと共に訓練を受けるガーデルマンの姿が見られたという。冬頃から、後方機重手として前線にも立つようになるが、専属の機重手にはならずにいた。一方で、 広報機重手としての確かな技量と医者としての優れた活動は多くのパイロットから絶大な信頼を寄せられるに至った。1944年3月20日、ルーデルの第二の専属機重手であるエルビン・ヘンシェルが行方不明、整備士のロートマンを経て5月にルーデルの広報機重手に着任する。ルーデルが対空砲火によって 右足を失う1945年2月9日まで、およそ850回の出撃をこなした。2月9日以降もガーデルマンが機銃士を務めるはずだったが、ルーデルがベルリンの病院を退院した時には、ガーデルマンはドイツ西部のブラウンシュバイクに降り、制空権が取られ交通も麻痺した状態では移動もままならず、結局戦争中に二人が再会することはなかった。 その後、ルーデルの広報基準手は終戦まで、従軍記者のエルンスト・ニールマンが務めた。終戦前後に、ガーデルマンは、米軍の捕虜になるがすぐに釈放され、ブッパータールの実家に帰郷している。ルーデルの広報基準手は5名おり、ガーデルマンは4人目に当たる。最も長く広報基準手を務めたのは2人目の、 ヘンシェルであり、ガーデルマンは1944年5月から1945年2月と、それほど長く、専属機礎手を務めたわけではない。そんなガーデルマンが、ルーデルの広報機礎手の中でも、特に長知られているのは、いくつかの強烈な逸話があることによるとされている。特に目立った被害もなく、終戦を迎えたガーデルマンは、その後医者に復帰。 心臓を専門とする循環器医療及びスポーツ医学に従事し、ハンブルク大学の医学教授として活躍した。1972年夏のミュンヘンオリンピックでは医学教授チーフを務めた。戦後ルーデルと関わり合いがあったかは不明であるが、1972年にルーデルと語り合うアーデルマンの写真が残されている。1973年11月26日、 抗議のために、ハンブルクに向かう途中、親近高速で死去、12月7日に、故郷、ブッパータールで、葬式が行われた。パツオーレシェルツァー2001、P128、フェルギブル2000、P190、シェルツァー2007、P324。ありがとうございます。